とはお客様一人一人と向き合って、そのお客様に合ったデザインをカウンセリングを通してご提案させていただくので、やっぱり終わってからお客様に鏡を見せた瞬間に、わーすごいって言ってくれるのがすごいとても嬉しくてやりがいになっています。私がサロンに通っている時にアイリストさんがすごい楽しそうに仕事をしていて、それとは別にプライベートもちゃんと充実していて、すごい私に合った環境だなと思ったのがアイリストになってます。やっぱりアイリストってお客様に目をつぶって施術させていただいているので、目を開けるまでどんな仕上がりになるかが分からないので、そこは少し大変な部分ではありますが、やっぱり喜んでもらえると嬉しいので、やっぱりでも大変だけどやりがいは感じています。はい、お客様に次回予約の設定をしているので、自分の予定が決まっていればそこを開けて、土日でもお休みがしっかり取れています。先方のバッグがそこについたり、ステップアップするにつれて具合がつくので、とてもやりがいを感じています。カリキュラムに含まれている通り、まつげパーマだったりアイブロウだったり、まつげエクステにデビューするごとに、お給料が上がっていく感じになっています。まず最初にまつげパーマを練習してデビューができるようになったら、まつげエクステやアイブロウにステップアップしていくんですが、私はアイブロウが興味があってすぐ入学したいということを先輩に伝えていて、まつげパーマの後はアイブロウを練習して入学させていただきます。私は週休完全2日になってまして、有給もちゃんと取れてプライベートがとても充実しています。同期の子とランチに行ったりショッピングしたり、ホットヨガに行ったりしています。社会保険はもちろん、バースデー休暇っていうのもあって、自分の誕生日に土日でも祭日でも休めるっていう、休暇がついてきます。朝と営業中に先輩がマンツーマンで指導していただけるので、すごいすぐに分からないことがあったら聞ける環境で、すごいすぐに上達ができている環境ですまつげパーマはだいたい1ヶ月前後のデビューで、私はもうまつげパーマをデビューさせていただいてるんですけど、その他のアイブロウやまつげエクステのデビューも含めるとだいたい半年でデビューができます。私は今まつげエクステのデビューに向けて練習を頑張っています。私は1ヶ月過ぎたあたりから入学させてもらっています。とても明るくて可愛いので、いてくれるだけでもその場が明るくなってみんな和んでます。4月から、社会人も初めてみたいなんですけど、全然そんな風に見えずに、すごい明るくお客様とも仲良くやってくれるので安心して任せられるっていうのと、あとはやっぱり明るく積極的なのでお客様からすごい人気で、インスタとかもすごいフォローされてますね。私の店舗の先輩で月に指名100名達成した人がいるので、私もその先輩を目標にして1年後には月100名指名がつくアイリストになっていたいです。